機械工学分野で乗り物などについて行われるほか、基礎工学や物性物理学などの分野でも行われる。衝突試験は、物を衝突させて、その衝突時の様子や壊れ、具合を調べるという動的な試験方法である。かやコンピュータ解析が一般化するまで、衝突試験は、一般的な強度の確認試験の方法であった。しかし、衝突試験には、 実物を使った試験を行うと大規模となり、費用がかさむ、ミニチュアを使った試験では、実物との差が生じる、費用がかかるため細かい条件を違えて、多数回の試験を行うのが困難などの制約があった。コンピュータ解析の一般化、普及に伴い、衝突試験は、コンピュータ解析と併用して行われるようになりつつ、ある。また、 実物による衝突試験はコンピュータ解析などの精度を向上するといった役割も果たしている。現在の自動車では衝突事故の発生時に乗員の生命を守るために以下のような構造を採用している。それを確かめるべく以下のような試験を実施し、車種、モデルごとの評価を行っている。 オフセット全面衝突試験鉄道車両の場合は1両あたりの単価が非常に高価であるため衝突安全性の評価として通常はフェム解析によるシミュレーションを行う。しかし稀に部分モックアップを用いて過重試験を行って解析結果の妥当性を再評価したり廃車となった車両を実際に障害物と衝突させたりすることがある。 2007年6月に JR 福知山線脱線事故における航空、鉄道事故調査委員会による調査結果が公表されたことを受け、車体強度の見直しが各鉄道事業者でなされており、以降の申請車両の一部において各部の強度アップや追突対策及び全面の一部が衝突するオフセット衝突対策が行われている。 鉄道車両製造各社の次世代構造については、A、トレーン、フェース、ススティナも参照。2 2 3系2 0 0 0番台7次社、2 2 5系など。ありがとうございます。